はい、こんにちは、まためです。皆さん、トレンドは意識していますか？ここ数年、目まぐるしくね、トレンドが変わってきていて、みんなもね、知らないトレンドって多いんじゃないかなって思います。確かに、別にトレンド知らなくても、おしゃれをすることって全然可能なんですけど、知っておいた方がやっぱり圧倒的に有利なんですよ。例えば、めちゃくちゃシンプルなね、ベーシックな格好だったとしても、トレンドって実はあったりするわけです。関係ないと思っていても、自分一人だけね、少しずつ少しずつ取り残されていって、周りから実はね、ダサいと思われてる可能性なんていうこともあります。で、前回ですね、2020年代のねトレンド解説っていう動画を出したんですけど、それがめちゃくちゃ好評だったんで、今回はさらに10年間分巻き戻って2010年代のトレンドを解説していきます。この2010年代のトレンドチェックしておくだけで、過去のトレンドが理解できて整理できて、なぜ今こういったトレンドになっているのかなんていう流れも分かるようになりますし、これ知っておくとね、ファッション劇的に楽しくなるんですよ。トレンドってね、なんかね、適当なもんって思いがちなんですけど、そんなことなくて、しっかり理屈に基づいて出来上がってくるものだったりするので、実はね、理解するとめちゃめちゃ楽しいんです。おまけにこのトレンドの流れだったり動きが分かってくると、今後のトレンドもいち早くね察知できますし、周りの人にもね一歩おしゃれになれるので、ぜひね今回の動画見逃さずに、しっかりと最後までご覧ください。ということで、早速2010年代のねトレンドを解説していこうと思うんですが、2010年代ってファッションの大変革期なんですよ。で、これ現在のトレンドにもすごく関わってくることなので、知っておかないとまずいんです。それまでのファッションの歴史だったり概念をね変えるような大きなトピックがねたくさんあった年代なんです。ということで、まずね簡単にざっとまとめてみました。こんな感じになっています。まず、ファストファッション全盛期、そしてソーシャルメディアの発展、ノームコアの大流行、ビッグシルエットトレンド、ラグジュアリーストリート、ジェンダーフリー、そしてサステナブル。めちゃめちゃ簡単にまとめるとね、この7つの大きなトピックがあって、まあ、2000年代に台頭してきたユニクロをはじめとするファストファッション、まあ、H&M とかもあったと思います。これがまあさらなる拡大を続けて、日本のアパレルシーンを完全に支配したんです。これまでにはね、やっぱありえなかった安さだったり、品揃えで安い割にめちゃめちゃクオリティが高い。これらを実現したことによって、日本中の誰しもがね、本当にファストファッションを手に取る時代になったんです。またですね、ブログだったり SNS だったり YouTube をはじめとするソーシャルメディアが台頭してきて、これもファッションの歴史に大きな変革をもたらしました。まあ、もちろんインスタグラマーだったり、あの YouTuber だったり、個人がファッションの情報を発信して、それをね一般層がしっかりと情報として受け取るみたいな時代になってきたっていうのもありますし、普通にハイブランドがインスタ運用するとか、もう当たり前になったじゃないですか。日本のみならず世界中のねファッションのあり方を変えるような非常に大きな出来事です。それでですね、具体的なファッションスタイルどんな感じだったのかって言ったら、ノームコアがめちゃめちゃ流行っていて、まあ、シンプルを志向とするトレンドですね。めちゃくちゃ分かりやすく言うと、無地の白 T にデニム履いてるみたいな感じの超シンプルファッションです。あとはですね、その時代まで交わることがなかったラグジュアリーとストリート、これが混ざり合うようになったのも2010年代、いわゆるラグストですね。あとは世界的な潮流としてジェンダーフリーの考え方が浸透したり、サステナブルも台頭してきて、まあ、2020年代も同じくなんですけど、2010年代にねこの辺りは浸透してきました。ということで、7つね簡単に紹介したわけなんですけど、皆さんいくつのトレンド影響を受けていましたか？もしかしたら全部っていう人もいるかもしれません。またはですね、多分大体の人自分では全然ね当てはまってないなって思ってるんですけど、知らず知らずのうちに実はそのトレンドの影響を受けてるなんていうパターンめちゃくちゃあるんじゃないかなと思います。例えばビッグシルエットトレンドってお話ししたと思うんですけど、自分は全然ビッグシルエットの格好なんてしてないよっていう人がね、例えば男性だったら全然多かったと思うんですよ。2010年代でも今でもなんですけど、でも実はね、例えばユニクロで買い物したらちょっとずつサイズが大きくなってたりするわけです。こんな感じで知らないうちに、いわゆるビッグシルエットっていうほど大きい格好はしてないんだけど、サイズ感はね変わってたりするわけですよ。なので多分洋服を、新品の洋服を買っている時点で、皆さんねトレンドの影響っていうのは少しずつ受けているはずなんです。ということで、今回7つのトピックまず簡単に紹介したんですけど、これらのねトピックって2020年代の現在でも続いてるものってすごくありますし、それがガラッと変わるっていうものもあるんで、ぜひ今回の動画でねこれをきっかけにしてね覚えていただけたらなと思います。ということで、先ほどお話した7つのトピックを一つ一つね深掘りして解説していこうと思います。まず一つ目は、ファストファッション全盛期。今ねユニクロだったり GU 着てる人はこれ知っておかないとまずいです。ファストファッションってのはユニクロだったり ZARA だったり H&M だったり、まあ、GU、 ギャップ、フォーエバー21とか
ともあったか、まあ、無印とかもですね、まあ、ユニクロとか無印良品は厳密にはファストファッションじゃなくてどちらかといったらスローファッションだったりするんですけど、ここでは価格が安いファストファッションとしてお話ししていこうと思います、まあ、これらのブランドの影響力って半端じゃなくて、アパレル業界の勢力図も塗り替えましたし、この時代のね人々のファッションに対する価値観まで変えました。最も大きな影響を与えたのはやっぱりアイテムの、ね、価格破壊。ユニクロを筆頭に数多くのファストファッションブランドがこれまでにありえなかった価格でアイテムの販売をねするようになったんですよ。それも安かろう悪かろうじゃなくて結構いいものを出してきたわけですよ。特にユニクロとかはね、例えばユニクロのニットで言ったらエクストラファインメリノウールとか、めちゃくちゃいい素材なのに3000で買えるニットとか出したり、まあ、キャップだってね1500円でウールカシミヤのキャップ出したりとか、スーピマコットン使った T シャツ500円で出したりとか、こんな感じですごくいいものを異常に安い価格帯でねリリースしてきたわけですよ。ファストファッションブランドは利用者が増えるとともに、よりね生産廃棄がどんどん拡大していって、いいものをもっと安くでもっとよく提供できるように進化していったわけです。でまあファストファッションブランドが台頭するとどうなるかっていうと、日本中の誰もがね簡単におしゃれを楽しめるようになっていくわけですね。そうするとどうなるかっていうと、量産型ファッションっていう言葉が出てきて、時にですねみんなと同じ格好をしている人を揶揄するような使い方もされてしまう言葉なんですが、まあ、僕としてはね量産型ファッションがダメなのかって言われたら全然そんなことはないなと思っていて、いわゆる量産型って言われる格好でもおしゃれな人はたくさんいますし、どちらかといったら最初本当に何も知らない状態があったら、そこから一歩ね踏み出すにはまず量産型ファッション行った方がね手っ取り早いわけですよ。そこから自分の個性とかスタイルとかを見つけていった方がどんどんねレベル上げていくことができるんで、まずはねいわゆる量産型ファッションを目指すっていうのは全然ありなんじゃないかなと思っています。まあ、この量産型ファッションっていうような、ね、言葉が出てくるぐらい、当時ですね大衆のおしゃれなレベルっていうのが一気に引き上げられて、一般的にダサいと思われるような格好をねする人もね少しずつ減ってきた、そんな時代でした。続きまして2つ目、ソーシャルメディアの発展。2010年代からブログだったり SNS だったりソーシャルメディアっていうのが本格的に発展してきたんですよ。やっぱりこれもねファッションに大きな影響を与えて、ブロガー、インフルエンサー、 YouTuber、 こういった人たちが現れ始めて、人々のねファッションスタイルだったり購買行動に影響をねもたらし始めたんです。まあ、こういったものっていわゆるコンテンツとして全て無料なんですよ。だからこそ誰しもが簡単にアクセスできて、いろんな情報を気軽に無料で楽しめるようになったわけです。それまでって例えばファッション雑誌とかねショップスタッフさんとかからファッションの情報を得る人が多かったと思うんですが、スマホ一つでどこでもいつでも情報をキャッチできるようになったんで、一気に時代が変わっていきました。もちろんねその時代以前から例えば影響力があるねインフルエンサーなどを広告に起用したり、自社商品の宣伝をね行ったりとか、そういった活動が出てくるようになったんです。もちろんその時代以前からも影響力がある人物を広告に起用するなんてこと全然あったんですけど、当たり前だったんですけど、その時ってやっぱり芸能人とかだったんですよね。それと比べて今はインフルエンサーに商品を渡して PR してもらうだったりとか、インフルエンサーといっても一般人じゃないですか。普通の人が企業のマーケティングに使われるようになってきたんです。でこれはもちろんねファッション業界に限ったことでは全くなくて、世界中のありとあらゆる分野で個人が気軽に情報発信できるようになったのと同時に、それが強い影響力を持っていったわけです。続きまして、ノームコアの大流行。現在の最新トレンドにも影響する超重要なトレンドでした。ノームコアの意味は究極の普通っていう意味なんですが、まあめちゃくちゃシンプルな格好ですね。それが流行ったんですよ。ノームコアの説明するときに、アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズがね、すごくね、例えられることが多いんですけど、彼はですね、黒のタートルネックにデニムを履くっていうすごいシンプルなスタイルを貫いていて、まさにノームコアを体現したようなファッションスタイルでした。人の生き方だったり考え方に焦点を置いて、服装はね、二の次で OK っていうライフスタイルです。日本ではね、そのファッションのみがね、注目されて拡大解釈され続けていって、いわゆるみんなが認識してるノームコアっていうファッションが広まったっていう側面もあるんですが、まあ、何にせよとにかくシンプルなコーディネートっていうのがね、評価されていた時代なんです。例えばシューズで言うと、スタン・スミスがめちゃくちゃ流行って、ほんと異常なぐらいみんなスタン・スミス履いてたんですよ。スタン・スミスってアディダスのスニーカーなんですけど、超シンプルじゃないですか。あれがね、もう僕も街出て驚くぐらいみんなスタン・スミス履いてるなって思ってて、でも今スタンスミスそんな履いてないですよね。実際当時のファッション思い返してみてほしいんですけど、街を行き交うほとんどの人が無地の白 T シャツに黒のスラックスみたいなイメージありませんでした。実際そういったトレンドだったわけなんです。じゃあ2023年、現在そのノームコアファッション続いてるのかって言われたら続いてなくて、今どうなってるのかっていうと、結構みんな派手になってるんですよ。ファッションのトレンドって人々のね飽きと密接に関わっていて、どんなに優れたトレンドだったとしても、それが隅々までマス層まで行き渡ると、
人はね、飽きを感じてきて新しいファッションスタイルを求めるようになるわけです。やっぱりね、トレンドって上から流れてくるものなんで、上の人がその格好するの早いわけですよ。だから先に飽きてくるわけですね。そうすると先に最初にそのトレンドのスタイルをねした人からまた違うスタイルに切り替わっていって、それが波及してってみんなに広がっていく、でまた上から変わっていくみたいなことを繰り返していくわけなんですが、実際2010年代のビッグトレンドであったノームコアも2020年代では完全に消滅して、シンプルな服装がね大衆に行き渡ったことで、その対極にある装飾性のトレンドへとシフトしていきました。まあそれも一気にガラッと変わるわけじゃなくて、ちょっとずつ派手になっていくと。なので一気に変わらないからこそマス層はそんな感じ取れるわけじゃないんですけど、実は少しずつ変わっていくわけですね。で、装飾性って何なのかっていうと、まあそのまんまなんですけど、装飾のあるデザインのことで、例えば無地のシンプルな洋服じゃなくて柄があったりとか、素材感に奥行きがあったりとか、カラーが入ってたりプリントがあったり切り替えがあったりとか、何らかの、ね、装飾があるデザインのことです。これって2020年に急に切り替わったわけじゃなくて、2010年代の途中からだんだんノームコアっていうのが減ってきて、装飾性のトレンドへとシフトしてきたんで、2023年現在はその装飾性のトレンドはもう何年も続けてきたところなんです。だからこそこのトレンドもね、もう一般層にだいぶ普及されていて、まあ、今年の2023年秋冬にはクワイエットラグジュアリーっていう新しいトレンドも見えてきて、このトレンドはその装飾性が大衆まで行き渡ったことによる反動で出てきたトレンドです。まあ、ここまでしっかりとね、今回の動画見ていただいた方ならね、納得のトレンドなんじゃないかなって思います。ノームコアっていうね、すごくシンプルなファッションが来て、そこからね、装飾性がある、ちょっと華やかなファッションが来て、それも落ち着いて今度クワイエットラグジュアリーっていう、まあ、いわゆる静かなら贅沢っていうトレンドなんですけど、シンプル派手シンプルと。とはいえ、ノームコアとクワイエットラグジュアリーだとまたちょっと違うんですけど、繰り返しながら反動しながらそれずつ変わっていくと。スパイラル状にね、切り替わっていくっていうのがね、トレンドだったりします。ちょっと前までね、ロゴドンめっちゃ流行ってたじゃないですか。ここにバレンシアガって入ってたりとか、ジルサンダーって書いてあったりとか、そういった主張をなくすようなトレンドがクワイエットラグジュアリーだったりするんですけど、これがね、今徐々に徐々に来ていて、爆発的なトレンドになるんじゃないかなと言われていたりします。続きまして、ビッグシルエットトレンドいきたいと思います。こちらもですね、現在の最新トレンドに関係する超超重要なトレンドです。まあ、2010年代の後半にビッグシルエットのトレンドって出てきたんですが、まあ、これはね、僕の動画見てくださっている方だったら皆さんご存知のトレンドだと思います。単純にサイズ感が大きくなったわけです。例えばリラックスシルエットっていう言葉だったり、オーバーサイズシルエットだったり、そういった言葉が出てきたわけなんですが、このビッグシルエットトレンドが来る前どんな格好だったかって言って、結構細かったんですよ。例えばスキニー履いてた人すごい多かったと思います。ピタピタな、ね、デニムとか、スキニーデニムとか履いてた人多いと思いますし、 T シャツも結構プチッとしたもの、タイトなものが多かったんじゃないかなって思います。このスキニーとかをはじめとする細身のシルエットがね、大流行した反動で、今度は逆にですね、ビッグシルエットっていうね、ワイドなシルエットがトレンドになったわけです。で、これも現在どうなってるのかっていうと、ビッグシルエットトレンドは今でもね続いてます。まだまだ大きいです。このビッグシルエットの中でも、少しずつねトレンドの兆しってのは変わってきていて、一気に細くなったりとかはそんなに見えてないんですが、例えばですね、ちょっと細かい話になるんですけど、身幅もあるし袖丈も長いし、でも着丈はそんな長くないっていうねシルエットになったりとか、パンツで言うとちょっとフレアしたような形が出てきたりとか、そんな感じで細かい動きで、あのビッグシルエットトレンドの中身が少しずつね修正されていってるっていうのはあるんですけど、ビッグシルエット自体が終わる兆しってそんなにまだなくて、今後もしばらくは継続するんじゃないかなと思っています。まあ、ビッグシルエットって体型も隠せるんで、俗に言うメタボなね体型でもかっこよく見せることができますし、逆にガリガリな体型でもかっこよく見せることができる、すごくね助かるトレンドでもあるんですよね。おまけに着心地もめちゃくちゃいいですし、なかなかねやめられないんですよ。だからビッグシルエットのトレンド終わったら困るなぁなんて思ってる人も多いんじゃないかなって思います。ちなみにビッグシルエットには火付け役となった人物が存在するのはご存知でしょうか。まあ、それはですね、ラグジュアリーストリートブランドの先駆けとも言われているブランド、ベトモンの創立者であるデムナ・バザリアなんですが、まあ、彼がねコレクションで発表したビッグシルエットのスタイルが若者たちからね爆発的な人気を集めて、この大きなトレンドに切り替わっていったとも言われています。次のトピックはラグジュアリーストリート。ストリートトレンドがね今現在どういう流れになっているのか、このあたりも話すので飛ばさずにここもね見ていただきたいなと思います。2010年代に大流行したスタイルにラグジュアリーストリートっていうねスタイルがあるんですが、まあ、格式高いラグジュアリーブランドが時にね不良的なストリートブランドと手を組むようになったわけです。まあ、最終的にはねヴィトンとシュプリームがコラボするようになったりとか、ジルサンダーのデザイナーも元シュプリームと元プラダのタッグでやったりとか、単体のブランドの中にストリート出身
身とラグジュアリー出身がいるみたいな感じで、コーディネートのスタイル的にもそうなんですけど、あらゆる意味でラグジュアリーとストリートが交わった時代です。で、僕バレンシアガっていうブランドすごい好きなんですけど、バレンシアガもですね、まあもともとねお金持ち御用達のブランドとして人気だったんですが、先ほどお話ししたデムナいるじゃないですか。デムナがですね、バレンシアガのアーティスティックディレクターとして就任したことで、バレンシアガも、ね、結構ねストリートライクな雰囲気が出てきて、今までバレンシアガのターゲット層じゃなかった若者たちからも爆発的な人気を得ることに成功しています。2017年にはボリュームのあるソールが特徴のダットスニーカーを流行らせたりとか、まあ、こんな感じでバレンシアガって当時のトレンド最先端のラグジュアリーストリートブランドでも不動の人気のねブランドになっていったわけです。で、まあ、このラグストどうなっていったのかっていうと、現在はですね、やっぱりここ数年のファッションシーンって、まあ、ここ数年どころじゃないか、もっと長いですかね、ストリートがね本当に人気だったんですよ。ただし2023年、今はですね結構ストリートからクラシカルに変わってきていて、2022年ぐらいからかな、一気にねそれが変わってきて、例えばスニーカーじゃなくて革靴が増えたりとか、ジャケットが増えたりとか、 2024SS 春夏からはこの次のねコレクションなんですけど、からはシャツとかネクタイめちゃくちゃ増えてるんですよ。今ってやっぱシャツがあって、ネクタイがあって、黒いスラックスがあって、でもシルエットは大きくて、で靴は革靴みたいなね、クラシカルな装いに変わってきてるわけです。アイテムのテイストとしては結構クラシカル、でもシルエット的にはちょっと緩かったりとか、完全にフォーマルかって言われたらそんなことはないんですけど、2010年代がストリートだとしたら、2020年代ってのはどちらかといったらクラシカルな雰囲気になってきています。こんな感じでファッショントレンドってリバイバルはされるんですけど、どこかマイナーチェンジされた、アップデートされたポイントがあるわけです。続きまして、ジェンダーフリー、この価値観で知っておかないと確実に時代遅れになるので、知らない人はぜひ、ね、チェックしてほしいです。まあ、今では当たり前となったジェンダーフリーっていう考え方が世界のね大きなトレンドになったのもこの時代。社会的に決められている男性像だったり女性像、それにとらわれず個人の意思で自由に行動だったり選択を行う考え方のことです。例えばですね、男性は働いて女性は家事を行うべきのような、性別で役割を決めるような考え方はやめておこうねといった時代なんですよ。実はファッショントレンドってこういった社会背景とも密接に関わっていて、ジェンダーフリーっていわばね人々の価値観なんで、それもね普段の洋服に反映されていくっていうのは自然な流れなんです。このジェンダーフリーの流れを受けて、モードの世界では性別にとらわれないファッションスタイルっていうのが登場するようになりました。で、これ現在どうなってるかっていうと、2023年現在はですね、よりこの考え方っていうのは加速して定着してきていて、例えば実際にユニクロとか GU とかお店行ってみてください。ユニセックスのアイテム普通に販売されていますし、例えばレディースのアイテムなんだけど、これ男性におすすめですみたいなポップ出したりして、逆バージョンももちろんあるんですけど、男女ね共通で服着るみたいなの結構当たり前になってます。続きまして、サステナブル。これも知っておかないと確実に時代遅れになります。サステナブルって持続可能なっていう意味の言葉なんですが、むちゃくちゃ簡単に言うと環境配慮みたいなイメージ持ってください。それで一旦大丈夫です。まあ、例えばね、よく見かけるサステナブルな暮らしとか聞くと思うんですけど、持続できる暮らしっていうのを意味していて、無駄なゴミを出さないなど、地球環境を守るようなね、配慮した暮らしになっています。ファッションにおいてどうなのかっていうと、まあ、環境に配慮したリサイクル素材を使ったアイテムだったり、地球のカラーをね、思わせるようなアースカラー、まあ、海の色だったり森の色だったり土の色だったり、こういったカラーとかもトレンドになったりとか、まあ、あとは在庫問題とかね、アパレルってやっぱ廃棄がめちゃくちゃ多いんで、そういった在庫を出さないようにしようみたいな動きなんかも出てきました。で、現在どうなってるのかっていうと、ジェンダーフリーと同様です。この考え方ってどんどん浸透してきていて、もう今では結構定着して当たり前になっています。まあ、実際ね、この動画見てる人の中にサステナブルな暮らしとか全然興味ないし、例えばサステナブルファッションなんてしてないよって思ってる人も多いと思うんですけど、知らず知らずのうちにサステナブル素材を使った服を着てたりすることは全然あり得るわけですよ。まあ、僕もね、ブランドやってるんで物を作ったりするわけなんですけど、その時素材とか選ぶわけなんですが、もうその素材の時点でこれはサステナブル素材ですが書いてあったりとか、結構分けられてたりもするんですね。で、やっぱりその素材作ってるとこと話すとサステナブルな方法が選ばれること圧倒的に多いらしくて、ってことはみんな知らず知らずのうちにそういった素材をね身にまとってるんじゃないかなと思います。ここまでね、2010年代のねトピック7つかな一気に解説してきたわけなんですけど、2010年代のファッションを語る上で外せない人物っていうのが複数いるんで、この後はね2010年代を代表するファッションデザイナー、まあデザイナーとは言い切れない人もいるんですが、そういった方たちを紹介していこうと思います。ここまで知っておくとあなたもファッション2です。まず1人目はカニエ・ウェスト。2010年代のねファッションシーンを語る上で欠かせない人物、やっぱカニエ・ウェストなんですよ。シカゴ出身のラッパーなんですけど、音楽プロデューサーだったり作曲家だったり
り作詞家など幅広い分野で音楽界を牽引している人物で、ファッション業界での、ね、功績もすごくて、まあ、カニエが関わったアイテムは社会現象を引き起こすほどで、例えばスニーカーとかすごかったんですよ。有名どころでいくとビトンとのコラボのスニーカーコレクションでルイ・ヴィトンとはカニエの、ね、コラボがあったんですが、カニエ・ウェストがルイ・ヴィトンフリークだったことがきっかけでコラボになったとも言われています。まあ、ナイキとの、ね、スニーカーシリーズだったエアイージーも大人気で、なんとですねナイキで最大の売り上げを誇ったジョーダンのシリーズに次ぐ売り上げを叩き出して、ナイキの中でもね伝説的なね人気になったアイテムなんです。ですごいのは翌年にはナイキからそのライバルであるアディダスに鞍替えしてイージーシリーズがスタートされるわけです。イージー聞いたことある人多いですよね。でアディダスはスニーカーだけじゃなくてフルコレクションですね、アパレルだったり小物だったりもやっていました。このように有名ブランド、数々の有名ブランドとのコラボで話題を呼んでいたカニエなんですけど、最近はね人種差別的な発言もあったりとか何かと世間を騒がせていて、今でもね結構話題にねこと書かない人物でもあったりします。続きましてバージル・アブロー、カニエ・ウェストと同じくねアメリカのシカゴ出身の方でオフ・ホワイト作った人です。オフ・ホワイト超有名ですね、ブランドです。オフ・ホワイトストリートブランド、ラグジュアリーストリートブランドとしても結構有名だと思うんですけど、そこの創始者、もともとパイレックスビジョンというブランドをやっていたんですが、最初はですね動画プロジェクトとして始動したブランドで、そのハイエンドな、ね、ルックが話題になってパリのセレクトショップとかでどんどん取り扱われるようになって本格的なブランドになっていったわけです。で先ほど出てきたカニエですね、そういった有名なラッパーたちがライブで着用したりとかしてブランドを有名する後押しになって、その後2013年にオフホワイトを立ち上げて、このオフホワイトがラグジュアリーなストリートウェアっていうコンセプトだったんですよ。このオフホワイトを引っ提げて本格的にファッション界に出てきたわけです。でこのラグジュアリーストリートっていう新たなジャンルが様々なブランドに影響を与えて大きなトレンドに発展していったわけです。まあ、こんな感じで大成功を収めたバージル・アブローなんですが、2018年なんとルイ・ヴィトンのメンズクリエイティブディレクターに抜擢されます。まあ、これ以上すごいことはないんじゃないかなっていうぐらいびっくりするようなニュースだったんですけど、まあ、やっぱ2010年代を代表するにねふさわしい人物なんじゃないかなって思います。ちなみにバージルはカニエとね切っても切り離せない関係にあって、フェンディのねインターンやってる時に出会ったらしいんですが、バージルのセンスに惹かれたカニエがツアーの衣装とかをバージルに任せたらしいです。ちなみにそんなバージル・アブローなんですが、残念なことに2021年2年前ですね、41歳という若さでねこの世を去ることになってしまって、彼の死後ルイ・ヴィトンのデザイナーっていうね最重要ポジションはファレル・ウィリアムスへと受け継がれていきました。続きまして3人目、デムナ。先ほども話に出てきましたがブランドベトモンの創設者で、現在はバレンシアガのねディレクターを務めています。もともとどんなね歴史をたどってきた人なのかっていうと、アントワープの卒業生で2009年からマルジェラのですねウィメンズコレクションのデザインを担当しています。2013年にはヴィトンのシニアデザイナーを務めて、その後ねベトモンをスタートしています。で皆さんご存知の通り、その後バレンシアガですねっていう感じで、まあすごくね素晴らしい経歴を持った人なんですけど、まあ今後もずっと活躍し続けるんじゃないかなっていうぐらい優れたデザイナーだと思っています。続きましてキム・ジョーンズ。キム・ジョーンズはイギリスのロンドン出身のファッションデザイナーで、まあ、彼もまたですねハイブランドとラグジュアリーブランドとストリートの仕掛け人として有名です。実は元スケーターで日本の裏腹ファッションがね好きだったりするんですけど、初期のアンダーカバーだったりエイプだったりネイバーフッドだったりグッドイネフなどを特に好んでいたそうです。まあ、そんな彼のデザイナーとしてのキャリアはロンドン芸術大学の在学中にね働いていたギミーファイブっていうところからスタートしています。そのギミーファイブの創設者であるマイケルコペルマンという方がいるんですけど、彼はですねストリートファッションシーンにおいてロンドンと日本の架け橋となった人物で、まあ、この人のおかげで今のキム・ジョーンズがあったと言っても過言ではないと言われています。で大学卒業して翌年ですね自分のブランドであるキム・ジョーンズっていうものを作って、その後ヴィトンのねメンズラインのデザイナーに大抜擢されます。そして2018年にはディオールのデザイナーに就任して、2021年にはディオールと兼任でフェンディのですねウィメンズのディレクターにも就任しています。まあ、2010年代を代表するファッションデザイナーの一人なんですが、今現在もですねファッション業界のトップデザイナーとして活躍中、今後のねさらなる活躍が期待されている、個人的にも目が離せないデザイナーの一人です。
ということで今回の動画では2010年代のファッショントレンド7つのトピックで振り返りつつ2010年代を代表するデザイナー、まあデザイナーじゃない人もいますが4人ね紹介させていただきました。まあ、2020年代トレンドの解説をした時にめちゃくちゃ反響があって、反響があったら2010年代のね解説もやりますっていうふうにお話ししたんですけど、今回の2010年代トレンドの動画も反響がもしあったら2000年代とかね1990年代とか過去を少しずつ深掘りしていって解説していく動画やっていこうと思うので、そういった動画も見たいなっていう方はぜひねチャンネル登録していただければなと思います。チャンネル登録ねこの動画から結構あったら2000年代1990年代とやっていこうかなと思います。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄にストアのリンクを載せておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなんていう方はねこの機会にぜひチェックしてみてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。